心のふた、雪降る街で。ワークショップ6日目。配役が確定してから初めてのワークショップとなる。ここからそれぞれの役に分かれて自分の台本と向き合い、本番まで役の精度を磨いていく。僕的には、監督とも相談しながら、みんなにね、まだまだ伸びる要素はあるなという思いも込めて配役を決めたつもりなので、全力で役に向き合っていただけたらと思います。過去の作品に出演した卒業生たちも応援に駆けつけてくれた。今年出演する第5期の俳優たちだけでなく、今までの作品に携わったみんなでこの作品を作り上げていく。頑張ってきた姿とか、私には想像を計り知れないところあると思うのでおこがましいんですけれども、決まった役を全力で愛して素敵な作品楽しみにしてるので、健康で頑張ってください。ほぼほぼワークショップで今までやってきたことを信じて、あと高井さんと北川さんを信じて、みんなで作品を作っていけたらいいんじゃないかなと思います。今日は見学させていただきます。よろしくお願いします。色っぽい、一つ自信で選んで。どういうこと？気を使ってくれてありがとう。もう大丈夫だから。ただ地方から出てくる子なんかは月額固定給を支払うやり方に変えることもできるよ。家庭が来るようにならないと将来の担い手も後継問題も解決しませんよ。女性が働けるようにはどうしたらいいと思いますか？僕たちはこの技術を一緒に広めてくれる新たな担い手を探しています。地方の伝統文化の世界はどこも後継者不足で。本番まで残り少ない期間となり、プロデューサー陣の指導にも熱が入る。読んでるだけだ。人にこう説明してる感じの抑揚が全くないから本当に読んでる感じが聞こえないし、多分みんなも多分耳に入ってこないと今の話が。これ意味理解してるか、この文章でどういうこと。これ自分で調べた？一応調べたつもりで。つもりじゃない、調べたこと。調べました、ただそのまだちゃんとこのセリフを口で言うのがちゃんとなんていうんですか、頭と連動しなくて。もう本当に一つ一つも手抜かずに全力でやらないと、こう作品を通してこう世間の人だったり周りなんだろうな、もういろんな人たちにこう見られてるので、最高の作品をこう届けるにはもう本当にそうですね、責任を負ってもう腹くくってやらないと、役者としてダメだなっていうことを学べる今回は回でした、やっぱりまだみんなとボディタッチできてなくて、なんかちょっと慣れてない感じがあるので、まずはやっぱり撮影日までにはみんなと超仲いいって感じに自分がなれるように頑張ります。で撮影もなんかみんなと協力して素敵な作品にしていきたいです。27組で、そうですね、1週間ちょいぐらい。今日11ですね。11か、やばいですね。やばいわ。そうですね、もっと仲良くなって、クラスメートっていうそもそもの雰囲気をまず作っていきたいし、台本もたくさん読んで役への理解を深めていこうと思います。時間ないけど、いいものを作りたいので頑張ります。本番前最終ワークショップ、この日も第4期に出演した俳優たちが応援に駆けつけてくれた。はじめまして、4期で最近役をやりました高橋亮です。今日は楽しみにしてました。よろしくお願いします。もちゃもちゃして。4期の池田源太役を演じさせていただきました豊村壮太です。本日はよろしくお願いします。お願いします。4期で松本達役を演じさせていただきました豊村壮太です。自分も勉強しに来たのでよろしくお願いします。それぞれの動きに合わせた演技の練習も始まり、本番前の緊張感も増していく。
日本の人口は何人だか知っていますか？はい、1億2400万人くらい。正解。明日どこ行くの？燕三条の金田ホール。うわ疲れそう。おはよう。おはよう。おはよう。Y さんです。はい、清水さんはね、東京の学校から転入してきました。まあ卒業までわずかだけど、みんなよろしくね。じゃあ清水さん一言だけ。社会背景とかもちゃんと考えてるんで。はい、はい、はい、そういう時なんて言おうかなってことも、はい、なんか頭入れとかないと。はい、うん、そこまで言うの。はい、今日いろいろ深井さんから言われてたこともあるかと思いますけど、はい、どうでした？そうですね、まあ先生という役として、みんなをこう見守って優しくこう包み込んでいかないといけないんですけど、まだそこが、ちょっと先生らしさが出せてないっていうお話がずっと続いてて、まあ、そこをちょっと改善していって、知り合いの先生とかにも聞いて、なんか少しでもみんなから、納得感を持ってもらえるような先生になりたいと思ってます。みんなメンバー仲良くなってきました？結構親密。一人も仲良く、なんか私なんかをなんか良くしてくれる人はいないかと思ってたんですけど、すごいみんな優しくて、なんかこんなに人に友達というか、こう人がこう身近にいるって感じるのが久しぶりで、すごい楽しいです。この3人組は特にね、学生じゃないから、うん、教室のシーンの時にワークショップ中エキストラの役で入ってるんですけど、はいはい、この3人で後ろでめっちゃ自由にやってるシーンが、新しいドラマを作り出したりとか楽しくやってます。エキストラが一番楽しいみたいなところがそうだ、ね、あります、はい、2、3週間ぐらいみんなでずっと同じ期間ホテルで滞在してガッて撮影できる機会なんてめったにないと思うんで、本当に悔いがないように一生懸命頑張りたいです。向こうに行ってバタバタになると思うので、まあ、きちんと周りを見ながらみんなが楽しく真剣にできるように、私も本当全力で真剣に役に向き合いたいなと思ってます。頑張ります。新潟の Vlog いいのかな。普通に楽しみです。みんなでこう新潟観光する楽しみです、ね、です。え新潟寒いのでみんな健康第一で、まずそこじゃ間違いないです。みんなのなんかそういう士気も高めつつやっていきたいなと思っております。ぜひお楽しみに。頑張るよ。頑張るよ。寒さ残る2024年1月27日、新潟県新潟市で私の卒業後期、心の蓋雪降る街ではクランクインを迎えた。人生の岐路に立つ若者たちが悩みに向き合う姿を映し出し、一歩ずつそれぞれの道へと歩みを進めるストーリーとなっている。じゃあ私の卒業第5期、心の蓋雪降る街クランクインです。イエーイ。はい、じゃあ段取り前に紹介します。白石学役、下川明恵くんです。お願いします。お願いします。お願いします。はい、峰村由香役、阿部凛さんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、子ども食堂の店員、辻久美子役の奥間愛さんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあやってみましょう。はい、はい、では本番いきます。回してください。あるしゃ。待った。本番。よーい。スタート。消えた。メイ。残さず食べるんだぞ。うん。はい。はい。よーい。スタート。大好きだよ。
から俳優たちは約2週間の撮影スケジュールで制作陣、スタッフ、チーム一丸でクランクアップまで駆け上がっていく。本当ありがとうございました。雪降る1月28日、海市国際高等学校で俳優たち全員が集まり、足並みを揃えての撮影が幕を開けた。昨日寝れました？あんまり。もうあんまりです。やばい、すごい、ね、筋肉痛？筋肉痛やばいです。小鹿状態で動けないです。やっぱり朝早い撮影なんで、しっかりみんなが、起こしていいこの高校生活の勉強を出せたらと思います。今日はですね、学校のシーンということでクラスみんなで撮るシーンなので、テキパキと、団結して自分のやるべき仕事を全うしてやっていきたいと思います。12時に寝て2時半に起きました。ヘアメイクで結構もう限界頑張ってください。頑張ります。今日は初めてマイクして撮影に入るのでちょっとね緊張するんですけど、一生懸命頑張りたいなって思います。すごい、しとやかだね。しとやか、かわいい。顔を常にこれめっちゃケチってね。JK っぽく楽しみながら話したいと思います。やだ、頑張ります。今日は3時半に入りで3時に起きたんでちょっと寝れなかったです。あんまりちょっと緊張してるっていうかそわそわしてるんですけど、楽しんで頑張りたいと思います。陸上部の皆さんにご協力をいただいてます。よろしくお願いします。お願いします。ワークショップとは違う実際のカメラの前での演技シーン。慣れない環境で緊張し、新たな学びを吸収し、彼らはさらに成長していく。演技すごい難しくって泣いてたんですけど、あれはもう演技じゃなくてすごい悔しくって泣いていかなくて。行ってきます。演技はどうだろうな。でもなんかあそこもっとできたなって思うところとかあったりして、ちょっと悔しいですけど、一旦やりきったなって感じで、これからも全力振り絞って最後まで頑張りたいと思います。はい、頑張るしかないですね。でもその情報解禁されたじゃないですか。だからもうこう、あ、現実なんだというか、もう後戻りはできないじゃないですけど、なんていうんですか、ちゃんと作り上げなきゃいけないって頑張ります。体調管理とかも大事になってくるし、そういうところをみんながしっかりと守って、まあ、僕らもちょっとスケジュールを組み替えるときは組み替えしながら、最後までいい作品になるようにやるしかないですかね。はい、でもなんかすごくクランクインして昨日一日撮影してすごく手応えはあるんで、楽しみです、これから日々が。はい、さよならをするみたい、さよなら、ね、心の蓋、生きる街でオラップです。お疲れ様でした。